はい、ベスルンチャンネルです。今回も遊戯王デュエルリンクス、デッキ紹介やっていきます。今回紹介するのは、タップデュエルのイベントで新しいカードが追加され、かなり強化された。そう。キングデッキ。ジャックアトラスのキャラデッキだな。そろそろみんなネオス派生デッキも飽きたと思うので、新しいキャラデッキを組んでみました。もうネオスはお腹いっぱいだぜ。新しいイベントではレッドライジングドラゴンも追加され、ゲートにジャックアトラスが出現するようになったので、このデッキは結構組みやすいのではないかと思います。割とまともに回るので、なかなか面白いデッキになってます。それではデュエル行ってみましょう。デュエルスタンバイ。最初のお相手はカイバセとのブルーアイズデッキ。手札いい感じなので、このデッキの最強コンボ、レッドライジングダブルシンクロをお見せしましょう。1ターンで3体のモンスターを並べ、相手を瞬殺します。ちょうど4戦で決めきれます。レッドライジング強い。続いての相手は光と闇の仮面。スキル掘りに来てるのか最近こいつら使ってる人ばっかだな。相手は6部衆。しかしこっちには狡猾があるので星4出てきたら使いましょう。それでは今回はクリッターを使って、レッドライジングダブルシンクロをお見せしましょう。リブネーターとクリッターでレッドライジングをシンクロ召喚。クリッターでムーンスターをサーチ。レッドライジングの効果で蘇生したリゾネーターと、ムーンスターでシンクロ。2体目のレッドライジング。されにリゾネーターを蘇生します。クリッターでサーチしても効果使えないだけで特殊召喚はできるのな。勝ちました。力こそ正義。続いての相手は闇魔陸でラバルネオス。ラバルネオスはバランスだと。ネオスフュージョンか炎熱伝導場を確実に初手に持ってこれるのが強いな。ラバルはネオスで強化されたデッキの一種ですね。ラバルを相手にするときは、できるだけカードをセットしない方がいいです。淑女を除外させなかったら基本的に相手は何もできないです。はい、勝ちました。続いての相手はベルズネオス。ベルズネオスって意外と強いよな。ネオス入れたら何でも強い。はっきりわかんだね。レッドライジングは悪魔族チューナーでしか特殊召喚できないので、今回はブルーセイリオス出します。はい、勝ちました。キングのモンスターは優秀です。続いての相手はインセクターハガー。最近あんまり害悪デッキ見ないな。今はあんまり勝てないのかな。寄生虫パラサイトをもらったんでシンクロ素材にしちゃいましょう。ジャックアトラスのエースモンスター、レッドデイモンズドラゴンです。レッドデイモンズは守備モンスターを殴った後、相手の守備モンスターを全破壊します。はい、勝ちました。レッドデイモンズ最強。続いての相手はアンティーク。アンティークもめっきり減ったな。6部と相性が悪すぎました。はい、勝ちました。このコンボ強いな。最後は何もできずに終わったマスクネオス。
クリボール流行ってるから今アンチ派きついよな。はい、勝ちました。やっぱジャックアトラスがキングだわ。はい、ということでいかがだったでしょうか。ジャックアトラスのキングデッキ、今イベントでカードが手に入るので、ジャックアトラスのキャラデッキを作りたい人はぜひ今回の動画を参考にしてみてください。それではまた次回。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価お願いします。